平野紫仕様、アイドル業の葛藤と未来への一歩、王子様からの脱却、ファンの反応とは、キングプリンスへのメンバーである平野仕様が5月22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からの退場も発表しました。その後、平野の雑誌での発言がファンの注目を集めています。 平野は CD デビュー当初周囲から王子様として扱われたことについて正直恥ずかしかった、危機感を感じてました、とコメントしました。これによりネット上ではファンの間で意見が分かれ、物議を醸しています。この発言の背後には平野が過去に感じていたアイドル業に関する葛藤が垣間見えます。 彼が王子様として扱われることに対する複雑な気持ちや自身の本来のキャラクターとグループのイメージとのギャップについて彼の心情が浮かび上がっています。この葛藤の発端は平野のデビューシングルであるシンデレラガールが彼が出演したドラマの主題歌として起用されたことでした。その後王子様風の衣装でのミュージックビデオや音楽番組出演によって 彼は王子様系アイドルとして多くのファンを獲得していきました。しかし、平野自身は王子様のイメージに対して違和感を抱いており、王子様の自覚はなかったと告白しています。彼は過去にアイドル業に対して複雑な思いを吐露していました。例えば、テレビ番組での撮影中に、うさ耳をつけるシーンで21歳になってもこういうことをするのか。 いくつまでこれするんだろ俺。と、述べアイドル業に対する疑問や不安を吐露していました。さらに、自身のキャラクターとしての側面とアイドルのイメージとの乖離について、歌ったり踊ったりするのは楽しくて、好きですけど、やっぱりアイドルって、それだけじゃダメじゃないですか。胸キュンのセリフを言ったりとか、めっちゃ苦手なんですよ、俺。と述べ、葛藤を打ち明けていました。 一部のファンは平野の発言を否定的に捉え、彼がグループを去る際の態度として問題視しています。一方で、彼の発言は自身の本音を率直に語ったものであり、アイドルとしての葛藤や自己認識の側面を表したものと捉える声もあります。平野は以前から王子様の自覚はないというスタンスをとっており、 彼自身が本来のキャラクターと乖離したアイドルイメージについて謙遜した言い方をしていました。また、自身の音楽活動においても、マジックタッチというシングル曲を通じて王子様路線からの脱却を図る方針を示していました。平野のグループ脱退後の活動については明確な発表はされていませんが、 彼が抱えていたアイドル業に対する葛藤や自己認識の側面が明らかになりつつあります。ファンたちは今後、彼がどのような道を選び、新たな一歩を踏み出していくのかに注目しています。平野紫耀のアイドル業における葛藤と、その未来への一歩。彼の素顔と向き合う姿勢に多くの人々が感銘を受け、彼を支持する声が広がっています。 一方で、彼の葛藤を冒涜と捉える一部の意見も存在し、その反応の対象が示すように、アイドルとしての道を歩む者にかかるプレッシャーや複雑な心情が、ファンとの間で対立を生む要因となっています。平野紫耀がこれからどのようなキャリアを築いていくのか。 その未来がどのように広がっていくのか、私たちは彼の新たな一歩に期待と興味を寄せるばかりです。